ミルクサッカーアカデミー高校サッカー選手権特集今回は山梨代表一大名声高校でございます。す表おめでとうございますおめでとうございます初出場ということではい井上丸と申しますのミルク佐藤です、はい、ということでねプロサッカー出たものの佐藤選手今日も伺っていきましょう初出場と初出場でございます,いんすねドンでましたこのようなね予想メンバーになっております情報を右に書いておりますけども詳しい表の見方この色合いなんかにね関しまして上の表の見方ご覧くださいと いうことで先生はい見どころ楽しみ方教えていただけますか、はい、よろしくお願いします、はい、やっぱりねうん初めてはい来たというところがありますのでまあ緊張ですよね一番あってしまうのはうあチーム全体にねそうなんですえー、えー、やっぱりなかなか選手権ってもう伝統ある大会になってくるからこそやっぱりそのなんか 支配する空気感みたいなのがあるんですよ、うん、それに飲まれてしまう可能性があるなるほどねだから今回はちょっと特別な形でお伝えしようと思います、うん、どうやったら日大明星がまず初戦突破できるのか、うんうん、しかもその初戦で当たるのが四日市中央コム高校あーもう経験とね実績のそうなんですよ、うん、だからおそらくはムードに支配されちゃうんです それはそういうことなありだったりするしねだけどそのムードを払拭するような選手たちがスタメンではなくてベンチ見てくださいムががいまますすねムムつありードメーカーってことですか正解でムード二十までですねしかもキャプテン機械なんですかへえしかもこの日大明星高校の中で全生徒の中で知らない人はいないと称されるぐらいの書いてますね監督も言ってる そう監督含む、うん、むしろ本人さえ言ってるぐらいへえー、あ面白い子なんだそうなんです鶴見鶴くんはい鶴見くんなんですよへ、うんうん、えー、超陽キャラ陽キャラ でその大倉選手とともに、この2人でもうだからもう基本的にはいろんなムードを作ったり、プラスなムードも作ったり、いわゆるバカやったりみたいなこと,とかも含めて、チーム全体はこの2人を中心に成り立っているところがあったんですもちろん彼らは選手としても,もちろん出場するし、それだけのいわゆるあのプレイヤーだと、むしろ今回、スタメンに入れなかったのがあえてだなというところがありまして、この左側のスタメンの表を見ていただけたら。 トップ下に入っている五十嵐良樹選手、うん、彼が A と S って書いてあると思うんですがはい、はい、アシストだったり、うん、その得点の起点になれる選手だったりするんですよで前線のメンバーが決めにかかっていくって流れはあるんですがはい、はい、やっぱり相手がどういうふうにやってくるのかとかもしくは後半になっていろいろこう押されてる時にっていう時に後から。 いや、待たせたね。ぐらいの価格 <laughs> 感覚でした方が。出てきますか。太陽の少年が出てきますか。はい、行こっかぐらいの感じで来てもらいたい。ーいいね。はい、はい、はい、はい。 ざっくり言うんであれば大分トリニータの光平選手のようなそんな持ち前の明るさがあるような状態なのでむしろプロ向きな選手と見ていただいた方がかかりやすいいんじゃななのと思います。注目されるされるほど力を出すような選手になってほしいそれを見せてほしので前半はもしかしたら相手のレベルもあってちょっと緊張したりだとかミスも出てきてしまうかもしれませんけど、おそらくベンチからもひたすら声を出してくれているのは監督なんかもちろんそうだけど彼らだよっていうところもあったりするし そんな彼らがピッチに入ってどんな声をかけ続けていくかっていうポイントにもご注目いただけたらいいんじゃないかなと思います 2>,、ね、2人ともこう、ね、ボリボレントの選手だもんね前もできるで中盤もできるそして、はい、紫初めて見ましたムードメーカー素晴らしい、はい、ということでございましたこれはあの学生大会ならではの注目ポイントですねそうなんです、うん、こうやって見たらいいんですねはい。よくわかりました応援していきましょうそして初戦は大見とか福田ベンシャリーね横井、はい、中央公共という いいたただきたいとわれわれはね毎朝、えー、コーナーおりますで、ね、海外、えー、日本、ね、はい、関わらずコンテンツっております,ますので、ぜひ聞いてくださいチャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。そして、えー、この動画自体もですね拡散いただきますと日大明星高校のね魅力伝わると思いますので、ぜひよろしくお願い,いたします。ラライイブブ配信は月月曜日の9時から月例ライブも,、えー、ともやっておりりままますしししくくごごご覧ください井上前でございいいででざざたたううありがと